シャトーマルゴー1994年シャトーマルゴーは、著名なボルドーワインのシャトーの名称、及び同社ーの生産するワインの銘柄の名称である。ワインの女王と呼ばれるボルドーワインの中でも、シャトーマルゴーはしばしば最も女性的なワインとも形容される。シャトーマルゴーは、ジロンド県の県庁所在地ボルドーの北方、メドック地区マルゴー村にある。 マルゴ村は、ガロンネ川川口部エスチュアリーの左岸に位置する、ワイン生産の公的地である。シャトウは262ヘクタールの敷地を有し、内奥認定の赤ワイン用ブドウの畑は87ヘクタールで、ある。白ワイン用ブドウの畑も12ヘクタールあり、装備に4ブランが栽培されている。同名のワイン銘柄、シャトウマルゴは、世界で最も高い名声を有する。 赤ワインの一つである。メドック地区の四つの第一級格付け銘柄の一つであり、10年から数十年の熟成に耐え、良質なビンテージのものは高値で取引される。シャトーマルーの年間の生産量は約35万本である。第一級の名声に達しないと判断された赤ワインはセカンドラベルの パビオン・ルージュ・デュ・シャトー・マルゴーとして販売される。セカンドにも満たないと判断された赤ワインがマルゴーの名称で販売されることもある。装備ニ4ンブランから作られる辛口の白、パビオン、ブラン・デュ・シャトー・マルゴーも年間約4万本生産されている。シャトー・マルゴーは、かつては、カベルネ装備ニ4ン75%を主体に、メルロー20%、 プティベルドとカベルネ・フラン五パーセントを基本的なブレンドの比率としていた。だが2000年前後からやや傾向が変わり、カベルネ・ソービニオンの比率を83%から86%まで引き上げ、代わりにメルローの比率を落としている。シャトー・マルゴーが歴史上最初に文献に登場するのは12世紀のことである。当時はラモット・ド・マルゴーの名で呼ばれていた農園であった。 アキテーヌは100年戦争終了時までイングランド王領であり、死死神皇リチャード一世はボルドーワインを日々の引用に取り入れた。この時代にシャトーマルゴーは数々の貴族の所有となったが、1570年代にピエールド・レストナックという貴族が所有者となったことが一つの転機となった。 メドックがワインの産地として発展すると予測したドレストナックは1572年から1582年の間にシャトウの穀物畑を縮小してブドウ畑を増やしワインの生産に力を入れ現在のシャトウの石を築いた18世紀初めまでにシャトウの敷地は現在と近い広さにまで拡大した18世紀はワインの醸造技術が大きく進歩し 現代の製品に近い濃厚で複雑な味わいを持ち、長年の熟成にも耐えるワインが誕生した時代であった。シャトーマルゴーでも、ブドウの収穫や土壌の改良に革新的な技術が導入された。そしてルイ15世の知性、愛称ポンパドゥール夫人が、シャトーラフィットを宮廷に持ち込むと、その次の愛称デュバリー夫人は、シャトーマルゴーを宮廷に持ち込み愛飲したのである。 18世紀末期、シャトーは大富豪、ジョゼフ・ド・フィメルと娘のマリー・ルイーズの所有となったが、この親子はフランス革命の煽りを受けてギロチンにかけられ、シャトーは革命政府に没収された。1801年、シャトーはドラ・コロニラ公爵の手に渡った。ドラ・コロニラは当時一流の建築家、ルイコンブに依頼し、エチケットの絵柄ともなっている壮麗な、 ギリシア神殿風のシャトーの建物を1815年に完成させた。19世紀半ばのフランス第二帝政の時代にシャトーの所有者となったのは皇后、ウジェニーの次女も務めたスコットランド人女性エミリー・マクドネルであった。1855年のパリ万国博覧会の際に皇帝ナポレオン三世の指示でメドックのワインの格付けが実施されたとき、シャトーマル号は ブラインドテスティングで唯一20、20点を獲得し、シャトーラフィット、シャトーラトゥールに次ぐ第1級、第3位にランクされた。第2帝政の時代、蒸気船や鉄道といった輸送手段の発達、自由貿易体制の確立、イギリスにおける需要拡大などの要因により、ボルドーワインは黄金時代を迎えた。だが、 エミリー・マクトネルは、ナポレオン三世の失脚により、ウジェニーと共に、イギリスへ亡命した。1934年、シャトーは、ボルドーのネゴシアンであるジネステ家の所有となった。ジネステ家は、セカンドラベルを導入したり、ブドウ畑を拡大したり、醸造設備への投資にも、熱心に取り組んだ。しかし、シャトー・マルゴーは、1960年代から1970年代に、 かけて一時期その名声を落としてしまう。そしてジネステ家は1973年から1974年のワインの大暴落の際に大きな損失を出した。1976年にジネステ家からシャトーを買い取ったのはギリシャ人アンドレ・メンツェロプウロスであった。メンツェロプウロスは各国での事業で財をなしフランス人女性を夫人としてフランスでもスーパーマーケット、 フェリックス・ポタンを買収した実業家であった。メンツェロ・プーロスは、ボルドー大学の醸造学者、エミール・ペイノーを技術顧問に迎え、シャトー・マルゴーの名声を取り戻していった。メンツェロ・プーロスは1980年に亡くなり、2006年現在、シャトーは娘のコリーヌ夫妻と総支配人、ポール・ポンタリエの手によって運営されている。シャトー・マルゴーを愛好した人物としては、上記の竜。 バリー夫人、共産主義思想家のフリードリヒ・エンゲルス、作家のアーネスト・ヘミングウェイなどが知られている。エンゲルスは、あなたにとっての幸せはと聞かれ、シャトー・マルゴー1848年と答えたという。ヘミングウェイはシャトーに、しばしば滞在し、孫娘が生まれると、シャトー・マルゴーのように女性らしく、魅力的に育つようにと願って、マーゴの名を送ったほどであった。願いは叶い。 女の子は魅力的な女性へと成長した。若くして亡くなった映画女優マーゴ・ヘミングウェイその人である。ありがとうございます。